それで誰も嫌な人はいないもんね、でもちょっとあのネットの皆さんにもちょっと聞きたいですね、ね、どんな曲がいいかっていうの、さっき安室さん歌ってみたいなのもあったんですけど、皆さんどうですかね、 JD's に歌ってもらいたい曲とかね。そうね、先ほどの VTR の、あのダンスも含めてどんな曲がいいのか、加藤ミリアさんの曲の中でどんな曲がいいかって皆さんありますかね、あ、なんとかオブゴッドって何、ゴールド、ゴールド、あ、ゴールド、見なかった、すげータイトル長かった、今一瞬で逃げてった、それぞれの女は違うでしょ、ハートビート、ハートビート、ハートビートって CM のやつだっけ、あーね、オリンピックの、はい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 、ハートミーさん、みんな反応してますね、大好きです、ハートビート多いっすね、だから安室ちゃんじゃないんだって、安室なら何とか何とかって書いてる人多い、でもあのね、数をちょっとこう見ていくと、安室ちゃんも多いんですけど、スーパードライね、ミリアちゃんのハートビートね、クエンティフォーカラットドライブオブゴールドっていうのがあるのかな、はいはいはい、はい、はい、テリーさん、はい、ね、まあ、ソニーだのミジアってすごい出てますけど、分かってないけどコメントが上がりました、はい、今ありがとうございます、まあでも数でこう見ると、加藤ミリアさんのハートビートが一番多かったんじゃないですか、そうですね、みんな反応してた、じゃあジェジェズの皆さん、加藤ミリアさんのハートビートいかがですか、頑張ります、即答、いいね、いいね、若いって、ミリアさん歌ったことあるのかな、聞いてない、聞いてない、盛り上がっちゃうね、仲いいっていいね、もちろんもちろん、もうよく知ってるんだよね、ハートビートはね、はいはい、じゃあこれを歌って踊ってみたってことですよね、そうですね、これ踊りは、じゃあ振り付けは本人たちですか、ね、これ振り付けはどう、みんな、頑張ります、頑張ります、頼もしいな、全部頑張りますね、頼もしいな、なんか最後ぐらいはもんじるちって言うけど、なんかみんな顔見合わせると大体 OK 出ちゃうんだよ、松井さん、はい、今決まったんですけど、はい、何かこうありますね、アドバイスは、アドバイスですか、これから仕上げていくにあたって、うんうん、そうですね、いやもうダンスに関してはきっと問題ないと思うので、歌をとダンス、やっぱ歌って踊るっていうとこをぜひ頑張ってやってもらって、あとはもうダンスが上手いっていうのはもう分かった状態だと思うので、見てる方たちがその中からどういう風に個性を出していくとか、そういうとこがまた大事なんじゃないかなと思うので頑張ってください、そこは非常に楽しみなとこであるし大変なんでしょう、これは頑張っていただきたいと思います、ジェイティス、はいはいはい、ここにねハリウッド俳優がいるんだよ、ハリウッド俳優が、ですよね、ハリウッド俳優のジョニー・デップに何か聞きたいことなんてあったら何でも答えてあげるけどないな、ないな、ないな、やばかったね、ないな、説明です、説明です、イケメンしか興味ないな、やっぱな、若い子はな、しょうがない、しょうがない、イケメンがどうじゃなくてあんま役に立たない、役に立たないな、あんま戦力にもならない、いらないと思ったんですよね、いらないと思ったんだな、じゃあ JD's の皆さん頑張ってくださいね、期待してますよ、頑張ってください、頑張れ、頑張ってね、さあでは1週間後が楽しみでございます、はい、楽しみですね、続いてはこの、人たちでございます、 VTR 参りましょう、はい、では VTR ニコイヤー、私隠し事あります、